はい、どうも、こんにちは。けけんチャンネルです。はい、今回もいけけんの楽天モバイル、楽天アンリミット情報をお伝えしてまいります。はい、前回のね、動画ですね。楽天アンリミットの方で、視聴者の方からね、僕、ライブやってまして、ライブの最後の方にですね、コメントをくださった方がいまして、発送されたと、SIM 発送されましたよということで、ちょっと僕、コメントを、ね、そのコメントを取り上げまして、で、その、もしかしたら、他にもね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうにね、思いまして、で、皆さんからコメントをもしよかったらくださいと。で、僕ちょっとまたそれ取り上げて、今後の展望なりね、なんか動画にしますっていうことをね、動画にしましたら、たくさんコメントくださいまして、皆さんどうもありがとうございました。で、僕それの動画を、作って、要は、公開にしてですね、皆さんに、見えるようにして、した後に、もうそのまま即僕、ツイッターとかもね、検索してみたんですよ。そしたらやっぱり、いらっしゃいましたね。そんな感じでですね。で、あとツイッターからね、僕にコメントくださった方もいらっしゃるしね。そのことについてね。で、これやっぱり来てるなと。で、来てるなっていうのは、発送通知が来てるなで、まだね、SIM 届いたっていうのがまだ確認取れてないので、今のところそんな感じですねという話をちょっとやっていきますね。はい。そしたら、まずは、前提として、楽天モバイル、楽天アンリミットの、ことなんですけど、確か皆さんね、僕も動画出したんだけど、新規申し込みの方でも、確かね、以前にも、SIM が届いたかどうかみたいな僕動画出したと思うんですよ。で、その時に、視聴者の方のコメントからもそうだし、僕もその SIM が届いたどうかとかっていうやつが、その前回の動画の前のにも SIM が届いたかどうかっていう、その2回動画出してる、その2回目じゃなくて1回目のね、ちょっと前の動画の、それよりもさらに前の時に、最初の時ぐらいだかな、楽天モバイルのこの、動画を取り扱い始めてから、ちょっとしてからすぐだと思うんですけど、SIM 自体は4月8日以降に、順次発送いたしますみたいな、そういうような、ことを多分僕動画で話したと思うんですよ。で、それはね、どこかに書いてあったんですよね。サイトに書いてあったのか、もしくは、僕も最初にここにある、この新規電話番号の先行申し込みのこっちの方に申し込みした、そのメールに書いてあったんだっけな。ちょっと忘れちゃいましたけども、確かそこに書いてあって、で、それは僕は把握してますと。で、あと皆さんも把握してる人がいらっしゃって、1回目の、これ SIM 届いてるとか、あの時確かね、SIM じゃなくて、楽天ミニの話してたんでしたっけね。楽天ミニがもうすでに届くのか。で、楽天ミニと一緒に SIM が届くのかみたいなね。そういうような話を、ちょっとね、期待して待ってましょうみたいなね。そういうことをね、おし、あの、僕、動画にしたら、その動画に対してコメントで、いや、来ないでしょ、と。っていうふうなね、普通に、そういうようなコメントをくださる方がいて、それはそうなんだけどと。それはそうだと。一応僕もね、分かってるんだけど、ちょっと淡い期待を込めて、動画にしてみたんですけども、やっぱり来なかったと。で、今回も、今ちょっと4月、これ撮ってるのは4月4日段階なんで、今4月4日で4、4、5、6、4月4日は抜いたとして、5、6、7、8、あと4日間でね、サービススタートするんだけど、で、今、発送通知ね、届きましたっていうんで、普通だったらですよ、普通、例えば Amazon とかね、の、発送通知からすると、明日届く人もいるし、下手したら明日届く人もいるし、
遅くても明後日届くのがまあ普通じゃないですか。まあ、5、6と。まあ6日間、6日ですね。6日に届くようになってるのか、うん、どうかっていうことですね。ちょっと今まあまあ、どうなってますかね。はい。じゃあ今、じゃあちょっとコメントを見てみましょうか。コメント見てみますね。はい。じゃあ、僕のチャンネルの、この YouTube のコメント欄だけ見れるね。アナリティクスで、コメント欄見れるところをちょっと開きましたんで、ちょっと 見させてもらいますけども。これ今まだ返信してないから、後で返信しますんでね。よろしくお願いします。で、じゃあ、もう名前全部出していきますね。ライオンさん、はい、発送メール、届きましたということで、はい、おめでとうございます。はい、これおめでとうございます。じゃん。で、このね、いいねマークつけておきましょうか。で、ここでね、2個目にもうすでに、ここに、正確なコメント、正確なコメントっていうかね、この冷静なコメントね、来てるんですけど、これちょっと、読みますね。はい。この方ね、皆さん落ち着きましょうと。発送通知は配達完了という意味ではありませんと。で、楽天モバイルの公式ホームページに4月8日から随時発送と書いてありますと。ね、これ僕今さっき話したやつなんですけども、まあ一応そういうふうにね、書いてありますよというふうにね、皆さんに、これコメントをね、僕宛てという意味もありますけども、まあ多分皆さん宛てっていう意味もありましてですね、こういうコメントが来ております。1回目のね、先ほど言った1回目に、これもう届くのか、明日届くのか、明後日届くのかっていうね、SIM 届くのかっていうような時にも、こういうようなコメントがね、1個2個来てましたんで、まあ実際のところこういうことなのかなというふうに思うんだけど、ここからいきますよ。今ここにね、発送メール来ました。これ1個目でしょ。で、今度ここ、ひろきちさんって方も、黒猫山と発送番号がメールに添付されてましたので、2、3日中に到着するのは間違いないと思いますということで、まあ、これが40分前ですね。あ、これ59分前、1時間ぐらい前で、これ52分前で、これ40分前って、本当1時間ぐらい前でね、メールくださってね、ありがとうございます。はい。まあ確かにね、発送通知来たら普通遅くても2日間で来ますよね。で、まあ、楽天モバイルさんが一応ね、4月8日から随時発送っていう風に書いてあるんで、まあ普通は、うん、こういう風に書いてあったら、まあ守るかなという風に思うんだけど、まあ、実際のところはもうすでに発送してますっていう風にね、書いてありますんで、さあどうですかねというところですね。はい。それからですね、これは、これはポンチクワさん。ポンチクワさんってこう、名前が可愛らしいんですけどね、ありがとうございます。はい。これ、6時、18時43分頃、発送完了メール来ましたということで、ということは、今ね、僕撮ってんのが、夜の9時13分、21時13分なんですが、5時間前、あ、違う、1、2、3時間前か。いや、3時間前も行ってないわ。2時間半前ぐらいか。いやー、もう発送ね、完了メール来ましたということでね。今日なぜかね、発送通知来ましたっていうのが多いんですかねというのがありますね。はい。で、今度この、なんとかチャンネルさんね、なんとかチャンネルさん、ありがとうございます。楽天市場で注文履歴見ると、出荷準備中のままでまだ発送にはなってないということは、発送されていないということで、ハテナマークになってますけど、あ、そうですね。うん、で、その発送マークっていうか、そのね、発送通知来てんのって、今日発送の方も結構いらっしゃるし、今日じゃなくても、ね、ちょっと前に発送になってますんでね、まあ、今から、例えばですよ、今4月4日でしょ。
で、4月8日から随時発送ってなってるんで、遅くても、まあ、単純に言うと、まあ、6日に発送してですね。で、まあ、8日に到着したとして、それでも、もう全然楽天モバイルさんからすると、まあ、はっきり言うと紙対応なんですよね。強いて言うと7日の、まあ、8日にサービススタートするんで、まあ、その何時からサービススタートするっていうふうに明記されてないからわかんないんですが、もしかしたら8日のね、午前0時からもう使えるようになってるかもしれないし、そこは、使ってみないとわかんないんですけど、僕ちょっと MNP だからね、そこの検証ができないので、申し訳ない皆さんにね、そこは、よろしくお願いしますということなんですが、7日までに届いてたら、まあ、楽天モバイルさん、本当神対応じゃないけどね、いい対応かなと思うんですよね。ということで、まあ、7日に届くってことは、今日4日なので、明日、5日ですね。5日中に発送通知が届くだけでも、僕は楽天モバイルさんに、拍手ですね。というふうに思いました。うん、で、まあ、何百万回線なんね、100万回線なのか、50万回線なのか、100万回線なのかね、200万回線なのかわかんないですけど、まあまあ、大変でしょうと、うん、1日ね、どういうマンパワーを使ってどれぐらいさばいてるのかわかんないですけどね、まあまあじっくり待ちましょうっていう感じですね。はい。ちょっと待ってよ、ここに面白いコメントがあります。興味深いコメントがあります。北野すずさんって方ね、4月4日の2時51分ね、14時51分に発送完了通知メールが届きましたということで、やっぱり今日ですね、4月4日ですね。はい。それから、うわ、ここ、今度、スーパードライ。スーパードライ。なんか、美味しそうなね、名前ですけど、4月4日の19時5分に、ね、発送通知来ましたということで、今日発送通知の方が多い。なんで、まあ、4、5、6。ああ、4、5、6か。いやー、6日ぐらいから到着の可能性高いですね。で、皆さんね、僕みたいに、その、富山とかね、地方住みなのか、それとも、首都圏住みなのかわかんないですけど、下手したら明日届きますからね、4月4日だったらね。いや、どうなりますかね、これね。うん、今度この中村達夫さんですね。本日、18時にね、SIM 発送通知来ましたと。で、申し込み3月3日です。あ、3月3日ってことは、これは楽天モバイルの、要は発表あったその日ですね。はい。だから、まあ、単純に考えると、この方が、要は、一番手ぐらいになるはずなんですよね。一番手のはずなんですよね。うん。神奈川県平塚市在住だから、関東圏なので、この方早いかもしれないね。あ、楽天エリアではありません。というのが書いてありますけど、でも一応関東圏だから、まあ、届くのは早いとは思います。この方多分、中村さん、多分、一番早く届くんじゃないかなというふうに思うんですけどね。あさってには届くんじゃないかなと思うんですけど、はい。なので、もしよかったら、あ、そうだった。この中村さん以外にも、皆さんですね、届きましたら、そうだな、僕、毎日、なんかこれ関連のっていうか、まあ、楽天モバイル関連の動画出しますんで、まあ、それの動画にでもコメントね、届きましたよっていうコメントをもしよかったら、いただければ、これ関連のね、動画でまたちょっとお名前ね、出しちゃいますけど、コメントいただければ、よーし、来たぞということでね。で、その後は、僕ちょっと、本当に、先ほども言いましたけど、僕、新規申し込みっていうところから、あえて、MNP 申し込みに変えちゃったので、僕のところには来ないはずなんですよ。それこそ僕のところは、逆に4月8日から順次、MNP の、申し込み受付っていうことになりますんで、逆に言うと、そこからだと、どういうふうになるのかな。楽天さんに申し込みして、
その後から発送っていうことなのですごく遅れると思うんですよ。まあ、届くの1週間後ぐらいだと思うんですよね。4月8日からの1週間後、4月のね、まあ、15日前後だと思うんですよ。なもんで、僕、その4月8日から、まあ、15日までの1週間ぐらいは、僕自身が、使いますっていうことの、レビューはちょっとね、できないので、まあ、よかったら、まあ、皆さんからコメントいただければね、それ取り上げるっていうことはできますんでね、よかったらよろしくお願いしますね。はい。あ、ひろゆき川端さんは発送案内が来ていますということで、多分明日か明後日には来ると思いますということですね。この方も早そうですね。はい。そして、よちさんっていうのかな。杉本さんですね。3月3日に申し込み、あ、この人も早いわ。本日4月4日、SIM 発送メールが届きました。で、マイページでは、電話番号ちょっと言ったらいけないな。電話番号が有効化進行中に変わっていました。これちょっと具体的な、これ興味深いコメントですね。で、実際に、あ、ちょっと待った。ま、メールだけ見ましょうか。もう一回。3月3日に申し込み、本日4月4日、SIM 発送メールが届きましたと。で、まあ、楽天のマイページですね。楽天のマイページでは、電話番号が、有効化進行中に変わっていました。有効化進行中ってことは、まだ有効化にはなってないってことですね。で、実際にこの電話番号に電話してみると、今まで、こちらは NTT ドコモでのメッセージだったのですが、それも変わっていました。で、おそらく SIM に変更が登録されたのでしょうということで、私は DSDV で利用予定ですが、SIM2 枚を同時にさせないので、SIM カード、延長コード、を購入しましたということで、到着が楽しみです。あら、ちょっと待って、この方、なんか面白い、ここにね、なんか URL 貼ってあるので、本当はコメントにね、URL 貼るの、あんまり、ダメだっていう人もいらっしゃるんですけど、これ、もしかしたら、これ、有用なコメントだと思いますんで、皆さんもし、DSDV で予定でなんだけど、同時にさせないので、こういう風なものがあるっていう、こういうコメントありますので、よかったらここ覗いてみてくださいね。僕は直接これ動画に多分するかしないかちょっとわかんないので、よかったらちょっとコメントで、ね、興味のある方見てみてください。はい。この、よち杉本、よち杉本さんね。よちっていうのかな？はい。よしっていうのかな？はい。それからですね、はい、この2階の怪人さん、はい、新規申し込みですと。で、3月23日申し込み完了メールが来ましたが、発送メールはまだ届いていませんということで、3月23日申し込み完了メールということは、多分申し込みがそんなに早くない方かなというふうに思うんですけどね。はい。それから、これは、厚則さんね。津村さん。厚則津村さん。3月7日、新規申し込み完了で、本日2時52分。あ、2時52分。早いですね、この方ね。他の方に比べるとちょっと早い感じですけども、製品発送完了メール来ましたということで。はい。で、この方は3月7日、新規申し込みなので、3月3日じゃないんだけど、多分、楽天モバイルさんの内部処理的に言うと3月の上旬の方は多分みんなもう一緒くたになってるのかなというふうにね思いますね。はい。それから、東横ファンさん、準備中ですと。で、前はマイページからヤマトの伝票サイトに飛べたのですが、さっき確認したら無理でしたと。ああ、そういうふうになってるんですね。はい。そして、ああ、これは野田翔、ね、翔太さんかな。はい。ツイキャスにコメントしたものです。ありがとうございますね。はい。楽天の SIM 発送メール来ましたと書きましたと、届いたというわけではないですね。はい。僕がこれ、コメントをね、ちょっと、こう、僕が拾った方ですね。はい。で、
で荷物の追跡番号を入れても伝票番号が、未登録になっているので実際はまだ発送されていない模様です。ああそういうことですね。はい。でちなみに3月3日の夜7時31分にね申し込み完了メール、4月4日午前1時30分発送完了メールですということでね、であこれは他の方と一緒だ。マイ楽天モバイルで確認すると SIM ネットワーク登録処理中、そして有効化進行中と出ていますということでね、ありがとうございます。これがね一番すごくこう細かく書いてあるかなというふうに思うんですけども、この方ね荷物の追跡番号を入れてみたと。でそこに伝票番号は未登録になっているので実際はまだ発送されていない模様ですということで、逆に言うと今皆さんねコメントをたくさんくださった方ちょっともう一度ねお手数なんだけどこの楽天のこれは楽天なんていうアプリかわかんないですけど、マイ楽天なんとかなのかちょっと名前わかんないけど、ここで多分この荷物の追跡番号かな、入れるこのどこかサイトというかなんかあると思いますんで、これちょっと入れてみてくださいよ皆さん。でもしよかったらそれでまたコメントくださればというふうに思うんですけど、この方もね伝票番号を入れて、追跡番号を入れると、でそれで普通は伝票番号が届くはずなんですけど、その伝票番号が未登録になっているということは、要は単純に、言うと、いつでも発送できるんだけど発送してないってことだからね、簡単に言うとね、準備は OK なんだけど発送されてないってことなんで、その状態でも発送準備完了、まあ発送完了じゃなくて発送準備完了ってことなのかね、でもね発送メール来ましたでね、発送準備 しましたじゃなくて発送ね発送完了メールだからね、まあこれも言葉のあやなのかねどうかわかんないですけどね。はい、よかったら皆さんもねちょっと追跡番号を入れてみて、確認してみてください。はい、これはミケ、マシャさんですね、ありがとうございます。私も4月4日に発送完了メール来てました。あ、やっぱり今日ですね。で明日来るかなということで、この皆さんのコメントを見るに明日来るような、もしかしたらそのねSIM発送の準備だけしててまだ来ないかもしれないですね。はい、それからムーンさんね、3月13日新規申し込み完了で先ほど発送通知メール来ましたということで、この方も上旬よりも少しね遅れて中旬ぐらいなんだけど今日発送通知のメール来てますね。あとこれはラッキースターさんね、16時47分夕方ですね、今日のね発送通知メール確認しましたということでね。はい、それからこれは333555さん、変わった名前ですね。でもここの、ここのサムネイルじゃないけど、これちょっといい写真でしたね。はい、これさたった今製品発送完了のお知らせメールが来ました。3時間前ですね。はい、お問い合わせ伝票番号が12桁なので、ヤマト運輸の宅急便みたいです。待ち遠しいなということで、あれだな、この方は伝票番号見たみたいなので、このちょっと前のねここね、ツイキャスにコメントされたねこの野田さんの場合は荷物の追跡番号が入れても伝票番号が未登録になっているっていう方もいらっしゃるし、今みたいにこのね333555さんみたいに、お問い合わせ伝票番号が12桁っていう風にね、もうすでに、まあ、見られてると思うんですけど、確認されてるんで、それで発送完了ってなってるから、まあもしかしたらもうこの方は本当に発送されてる可能性高いですね。ということで明日
もしくは明後日届くような気がしますね。で、明日だったらね、まあ皆さんが、まあ日曜日だから、例えば僕にコメントをね、してもらいやすいかなというふうに思うんですけど、僕、毎日が、ホリデーな、みたいなものなので、月曜日にね、コメントくださっても、僕全然対応して、動画出しますけども、今4でしょ。やっぱ6日ぐらいが、あれなのかな。6日ぐらいに皆さんに爆弾のように届いていくんですかね。バババババッとね。届くのかなというふうに思いました。はい。はい。それから、わかりもさんね、新規番号での申し込みで、製品発送完了のメール来ましたということで、ああ、やっぱりいらっしゃってるね、これね。そして、これ、篠原さんですね。私のところにも発送しましたと連絡がありましたということで、楽しみですということで、楽しみですね。なんか、ね、いつから僕このね楽天モバイルの情報を取り上げたか忘れちゃいましたけど、3月の上旬だったっけな、忘れたけど、まあまあ本当楽しみですね。3月3日から取り上げたのかな、その前から取り上げたのか忘れちゃいましたけどね。はい。それからこれはなんて言えばいいのかな、JP サードマンじゃないさんかな、ちょっと名前ね読み方わかんないですけど、もし間違ってたらごめんなさい。私のところにも16時9分に楽天モバイルから発送メールが来ましたということで、まあ、月曜日ぐらいには到着するかな。そうですね、あと2日後ぐらいですかね、多分そうだと思いますね。2番目のこの動画長くなっちゃいましたけど、2番目のねコメントで、まあ4月8日以降ね順次発送っていう風にねなってますよと、皆さん冷静になりましょうっていう風な、ね、コメントがあって、もしかしたらね発送の準備だけしてて発送はしてないかもしれないけど、なんか発送してるようなね、もう順次発送してるような、発送準備中の方もいらっしゃるし、発送準備してるような、雰囲気ですねこれね。はい。これはキング、これなんていうの？この可愛らしいやつとね、キングオブフィリピーナさん。ちょっと読み方わかんない。はい。3月13日に SIM を頼みましたが、本日、発送連絡のメールが届きました。やっぱそうですね。うん、音響職人さんも4月4日の4時11分ですね、16時11分に発送通知メールが来てました。明日届くんでしょうかということで、明日かどうか、明日ではないような気もするんだけど、ね、4月8日以降かなと思いきや、明後日ぐらいに届くんでしょうかね、どうでしょうかね。あ、これクーのパパさんも同じく発送メールが来てましたということでね。で、山野リチムさんかな、うん、これはね、MVNO にも申し込みしようとしたら、あ、MVNO にもか、楽天モバイル製品発送完了のお知らせっていうふうにメール届きましたというふうにね書いてありますね。そうだった。MVNO にね、今から MVNO にね、楽天モバイルスーパー放題とかね、そっちの方に申し込みするのもありかもしれないですよ。ちょっと僕以前動画出したけど、もう一回出してみましょうかね。楽天モバイルスーパー放題に、今から、まあスーパー放題でもね、なんとか分離プランって言うんでしたっけね。まあ、MVNO の方に申し込みするメリット、デメリットっていうのがあって、メリットもあるかもしれないですよ。はい。メリットもあるかもしれないですよ。なんでね。メリットある人いるので、そういう人は4月7日まで申し込みできるから、それもありかなと思います。僕、明日でもその動画出そうかな。はい。ちょっとこれ、高評価押すの忘れてましたね。皆さんに高評価押すの忘れて。後でね、皆さん、高評価をしますんでね、よろしくお願いします。
あ、これ有用なコメントありがとうございました。忘れてたのね。これ、はい。これは、ひろきちさんが3月4日に楽天市場にて申し込みをして、先ほど発送メールが来ましたよ、ということで。あ、この方、もう早い方ね。はい。で、これは、明治なんとかね、ダービーさんかな。1時間くらい前に発送完了のメールが届きましたということで。で、無料期間は通話完了してから丸1年だそうですよということですね。あ、そうなんですね。はい。そして、これは伊沢池さんかな。製品発送完了のお知らせを今確認しました。で、これが4時間前ですね。それから、あ、これ33355さん、先ほどの方だ。準備中だというふうになってる、というふうになってましたけどね。どうですかね。これ4時間前でしたけどね。はい。はい、ワンコ少年さん。4月4日、あ、新規で SIM まだ来てないですとね。発送完了メールも来てないですということですね。はい。それから、岩斎さんですね。まだ SIM は届いてないけど、発送完了メールが昼ぐらいに届きました。うん。SIM はね、まだ皆さんさすがにね、届いてないですけど、発送完了っていうのがもう続々と、もう僕、これね、もう30分ぐらいかな、動画撮ってますけど、10人どころじゃないですね、これね。うん。これ、なんとかチャンネルさんね。今メール見たら発送完了のお知らせね、来ていました。この方、さっきもね、僕読んだ方かな。問い合わせ番号まだ反映されていないから、到着はもう少し先になると思います。ということでね。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。あ、ポテトチップスさんだ。ありがとうございます。私も今発送のメール確認しましたということですね。この方もまだ来ない。ミツさんは申し込みしているけど楽天市場でまだ準備中と。うん。ケイタロさんは SIM 来ない。まあ、SIM はまだ来ないですけどね。はい。というような感じでした。はい。たくさんコメントくださってね、ありがとうございます。これもしかして20個くらい読んだのかな。ということで僕今日のあれは何時だろう、午前かな、午後かなに、午後に多分確かね、2時ぐらいかな、動画出して、で今夜9時ですけど、それでこれだけの方がねコメントくださったんで、まあ実際はかなりの方に発送通知のメールが来てると思うんですよ。いいですね。僕、新規のね、人間じゃないので、あ、僕のところにも来たよ。皆さん来たのかな、どうかなっていう、そういうようなね、そういうくだりで動画作りたかったんですけども、僕のところはちょっと MNP なのでできないですけど、これを見るにつけ、確実に発送通知のメールが来ていると。で、そして、途中でね、もう最後になりますけど、途中で、どなたかのコメントで、ありましたけど、発送通知の後にその追跡番号の方をちょっとよかったら皆さんね、ご自身で調べてみて、追跡番号がね、まだその追跡番号自体がない方は、発送は発送通知メール来てるけど発送準備だと思って、まあ、しばらくお待ちくださいと。で、追跡番号ももう出てたら、もう下手したら明日来るかもしれないし、まあ遅くても明後日来るかもしれないっていう風な感覚でもいいかなというふうに思います。で、もしね、明後日6日に来なくても、まあ、どの道8日以降に随時発送っていうなってるから、まあそれはそれでいいじゃないですか。届かなかったら届かなかったで、でももしかしたらワンチャン届くかもしれないし、僕がもし新規で、まあ僕新規でね、もし、まあ、申し込みしたとするじゃないですか。そしたら僕はその7日から8日のそのタイミングでいつ使えるようになるのか、まあもしくは、まあ、6日に届くか7日に届くとするじゃないですか。届いたらやっぱすぐちょっとセットアップっていうかね、試してみたくなるじゃないですか。で、試してみて、で、
まあ、使えるっていうことはないと思うんですけど、ワンチャンもしかしたら使えるようになるかもしれないしね。だその挙動ですよね。使えるようになるまでのそのセットアップの挙動とかね、もしよかったら皆さんね、動画で撮ってみて、まあ、YouTube やってらっしゃる方は YouTube に動画アップすればいいし、されるとね、よろしいし、もし YouTube に、されてなくても、Twitter とかはされてると思うんですよ。なんで、まあ、短い動画でもいいから、届きましたよとかっていう、そういうような動画だったり、まあ、もしくは、ちょっとそれよりももう一つ進んで、ちょっとセットアップしてみました。セットアップ中の動画は特に別にいらないと思うんですけど、セットアップできましたよと。で、使えるようになりましたよ。まあ、もしくは使え、セットアップしてみたけど使えなかったですというような、そういうようなね、まあ、コメントだったり、動画を、まあ、短い動画でもいいから、ツイッターなりにね、載せるのもいいかなと。もしよかったらハッシュタグをつけて、そうすると僕は検索しやすくなりますので、よかったら楽天モバイルってハッシュタグつけてね、ツイートされたらよろしいかなというふうに思います。はい。はい。ということで、今回の動画は以上です。はい。この動画参考になりましたら、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい。長くなりました。36分ぐらい撮りましたけど、そのまま出していきますんでね。長くなりましたけど、皆さんどうもありがとうございました。はい。では次の動画でお会いしましょう。イケケンでした。